大石神社は、阿公事件において、討ち入りをした、大石吉ら阿公浪士を祀る神社。江戸時代には、江戸幕府に羽ばかって表立って検証することは、できなかったが、1868年、明治天皇が、阿公浪士の墓のある、仙学寺に直詞を使わし、これを弔って以降、阿公市と京都市に、阿公浪士を祀る神社が創建された。江戸時代後期から、 明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社の一つ。兵庫県阿古市の阿古城の中にある。阿古神社と大石神社の合祀により、阿古大石神社として創始。旧社格は、県社で、現在は、神社本庁の別表神社。阿古神社祭人の旧阿古藩主浅野屋、森家祖霊と、大石神社祭人の大石吉浦は功労師47人及び、 中途で自害した、茅野の真を主催神とする。主君のあだうちという対岸を果たした祭神にちなみ、対岸上就の神徳で信仰を集める。阿光事件以降、阿光老子を商用する人々によって、旧阿光城内の大石邸内に小さな祠が、設けられ密かに祀られていた。1900年、改めて、大石神社として、 神社を創建することが政府から許可され、1910年4月に寄港、1912年に社殿が竣工した。1928年、無格者から剣者に昇格された。第二次世界大戦後、木内の神社に祀られていた阿公藩主、朝野氏の三代及び、城外の阿公神社に祀られていた朝野家の後に、阿公藩主となった森家の園祖の七武将。 森長高、森流氏、森忠政を合祀した。また、神社本庁の別表神社に、加列されている。本殿、拝殿のほか境内者として、浅野家が藩主だった時代から藩民の崇敬を受けた、節末者が多数ある。宝物展示施設として、赤楼市の遺品などを陳列する、義志宝物殿、長野里、47白の木造を展示する義志木造宝安殿。 大石邸長屋門などがある。国指定史跡京都市山品区にある。旧社格は、府社。大石義雄を祭る。社地の付近は、元六十四年七月から元六十五年九月まで、吉雄が京都に陰性し、義許の義を巡らした時に居宅を構えた地である。主君の仇討ちという対岸を果たした祭人にちなみ、対岸上就の神徳で信仰を集める。昭和初期。 阿公老子を熱心に崇拝していた、老局子の吉田大和の進むが、吉尾ゆかりの地である岩屋寺の北隣に神社を創建することを計画した。府、市など関係方面に活動を行った結果、府知事を会長とする大石神社建設会などが設立され、募金によって1935年に社殿が竣工した。なお、 創立が許可されたのは1933年12月9日であった。また、1937年4月に腐社に列せられた。本殿、ありがとうございます。